パピルスというのがそのプロジェクトの名前です。はい、じゃあまず最初にポリログラムを使うんですね。はい、まず最初に、Hadoop とは、Hadoop を、知ってる人、じゃあ使ったことある人、お、あ、まあまあいますね。はい、Hadoop っていうのは、フレームワークなんですけども、分散並列処理で主に大きなデータ、最低ギガバイトでテラバイト、ペタバイトとかそういうものを処理ができる、フレームワークで、もともと Google が MapReduce っていうのをすごく使っていて、それのオープンソースクローンで、例えば、テラバイトを超えるような、データを処理する場合、もし400テラバイト、これが今2008年ぐらいのウェブスケールのデータなんですけれども、ウェブスケールデータ、ウェブ全部のデータなんですけれども、それを、ただ1台で読み込むと、普通のハードディスクで読み込むと大体2000時間ぐらいかかります。で、2000時間って何日かって100日ぐらいかかります。で、100日読むだけでかかるということは全然処理できないということですね。で、例えばこういう、まあ、Google であるとか Facebook であるとかは、こういうのを処理しなきゃいけないんで、こういう技術が、Hadoop とかそういう技術が必要です。Google はもう自前で持ってるので必要ないと。じゃあ、Hadoop を、Hadoop Papyrus というのを作りましたと。で、これは、私のオリジナルの、オープンソースのプロジェクトで GitHub にホストされています。で、これは何をやるかっていう と、Hadoop のジョブを JRuby で記述できる、まあ、Ruby で記述できて、でさらにその Ruby で作った DSL で、簡単に記述できますよというものです。で、そもそも Hadoop っていうのは、ジョブを Java で書かなきゃいけないんです。で、Java で書くのは非常にめんどくさい。めんどくさいですよね。で、例えば、Java ではすごいたくさん書かなきゃいけないのに、Ruby で書くと、例えば少ない行数とかで書くことができるということがあります。で、まあ、先ほどちょっと原の話もあったけど、IPA の未踏というので採択されて、このプロジェクトをやりました。これ IPA の未踏って、ちょっと今年はちょっと縮小されたんですけれども、そのやりたいことにお金を政府機関が出してくれて、で、やりたいことをやらせてくれるというものです。で、このおかげで、これが世に出たということで素晴らしいと思います。で、さらに、ハドソンという、まあ、JRuby の、コンティニュアスインテグレーションツールも、ハドソンですけど、ハドソンも私ハドソンのコミュニティになっているので、ハドソンを使って動かすということもやりました。はい。で、じゃあその説明をしていきますと、Java じゃなくて、Ruby で書けますよというのがまあ基本ですね。で、Ruby とあと JRuby があります。まあ、これは今説明したところです。で、でさらに Ruby なんですけれども、Ruby でできた DSL でマップ、Hadoop のマップ処理とレデュース処理と、まあ、さらにジョブのディスクリプションを書かなきゃいけないんですけども、それを一つの DSL スクリプトで記述できるというものがこのパピルスの特徴です。で、ちなみにこのパピルスのこの絵ですね、何回か出てくるんです。これは同僚が簡単にパパッと作ってくれたものです。ただで作って5分ぐらいで作ってデザイナーなんで、ありがたいですね。で、3番目としては、ハドソンというこの、まあ、このハドソンおじさんがいる連絡なんですけど、Hadoop のプラグインがあるので、これを使って簡単に動かすことができる。時間があるとちょっとデモをしたいんですけど、はい、はい。で、まあ、実際どうか、これワードカウント、ワードカウントの例なんですけれども、Java だと、インポート文がたくさん並んでいて、さらにクラス定義で、パブリック、スタティック、ファイナル、なんちゃらかんちゃらと。たくさん書かなきゃいけないというものなんですけれども、パピルスの DSL だと同等以上のものが、こういうふうに書けます。で、まあ、これさらにワードカウントではなくて、これは Wikipedia の、全リンクをカウントするようなスクリプトです。これだけで Wikipedia のデータを食わせると、どれだけのリンクが、どこにされているかという数が出てくるという、それがもう本当に8行とか9行ぐらいで書くというものです。そうですね。はい。で、じゃあもうちょっと深く、見ましょう。どうやってやってるか。で、Hadoop っていうのは、マップ処理とレデュース処理、大きく2つ処理があって、
マップフェーズがあってその処理の出てきたデータをレデューシー処理であるんですけれども、そのために Java でマッパーを書くとレデューサーを書く、そういうクラスを書くんですけれども、そのクラスの中で Ruby のスクリプトを呼び出すような、ところをします。ここで、レッドブリッジを使っています、原さんの。そうだから私のも例にレッドブリッジを使っている。で、レッドブリッジを使うと簡単に呼び出すことができるので、最初あの JSR223 ですかね、あれを使おうとしたんですけどよく分かんなくなってきてしまったレッドブリッジを使いました。で、まあ、マップの時にこれをあの Ruby スクリプトのマップを呼び出す、レデューサーの時に Ruby スクリプトのレデューサーを呼び出すというのが、まあ、基本です。でさらに、そうですね、あの DSL スクリプトをとするために同じスクリプトを、実はクライアントフェーズでも、あのジョブ定義フェーズでもマップフェーズでもリデュースフェーズでも、全部イバルしてますと。スクリプトをイバルして、イバルした結果のそのメソッドがそれぞれマップレデュースでそれぞれ違うみたいなことをやっていて、一つのスクリプトで違うフェーズで違う処理をするという、あのちょっと Ruby じゃないとちょっとやりづらいようなことをやって、DSL を実現しています。あのということで、まあ、GitHub ポストしてるんで、もし興味がある方はどんな風にやってるか見てみてください。はい、でこれでもう終わりなので、じゃあデモをやりますね。今このローカルの中で Hadoop が動いていて、ファイルとしては、このファイルとしては、この readme というのが入ってるんですけど、readme って何かっていうと、JLB の readme です。まあ、そんな長いファイルではないんですけれども、これを、ワードカウントしてみたいと思います。で、さっき言ったように、こういうふうに Hadoop の上で、これが動くようなプラグインを、作っているので、このビルドというところで、こういうふうにスクリプトを書くことができますと。で、もっと短いですね、ワードカウントだけだと。もうインプット、アウトプットしか出てません。で、to のところはアウトプットの先なんですけど、Ruby の time new to i to s、これは要するにディレクトリの名前を変えるために、こういう Ruby のスクリプトが DSL 内に書けるという例ですね。で、じゃあこれを実行してみます。実行するのはこのビルド実行というのでやるんですけれども、そうすると、さっきの readme をワードカウントするというのが始まります。で、Hadoop は、すごい大きなデータを処理できる代わりにイニシャライズとかにすごいコストがかかるんですけども、まあ、こういうふうに処理が Hadoop 上で分かって、あ、もう終わりましたね、こういうふうに、リードしたリードした、ライトしたとか、このバイト数リードしてどれだけレコードを出したかっていうのがもう実行されました。はい、じゃあ、この処理した結果を見てみると、これかな、実際にさっきのファイルを、カウントしたものが出てきます。まあ少ないんであれなんですけども、例えば、チャール、ちゃんと一回ありますね。で、さっきこれトムってやったんですよ。トムってやったら出てこない。あれ、トムいないのと思ったら、トーマスですね。トーマスに一回出てきました。で、なんか、で、一番、想像すればわかるんですけど、ザとかやると、16回とか、あと、まあ、こういう回数がまあわかるというものです。ということで、実際に、Ruby と実際の例として GitHub にこういうふうに、書いているので、GEM の形式になっていて、Hadoop をインストールする必要があるんですけれども、今みたいなことが簡単にできます。ワードカウントの例とか、あと例えば Apache Log のパースとかは、こういうふうにパターンを指定してあげて、さらにそのカウントをしたり、ユーザーエージェントごとにカウントしたりとか、そういうことが、できたりします。はい、ということで、JLB とどうやってつないでるかを見たい人は、GitHub を見てください。はい、あ、さらに言うとですね、これって GitHub に Hadoop Papyrus っていうプロジェクトと、